2023年10月19日、中国メディアの新聞番号が、日本の海上自衛隊の最新潜水艦、雷鯨が川崎重工業神戸工場で浸水したことについて、原子力潜水艦に迫る性能だとする記事を掲載した。今回は、この雷鯨について詳しく見ていきましょう。中国は、日本の潜水艦建造技術を喉から手が出るほど欲しがっていますし、情報を入手しようとしています。台湾の潜水艦建造技術漏洩などの報道もあり、日本の建造技術漏洩も注視しますし、フランス原潜を完全に超えましたね。ディーゼル推進潜水艦としては、世界最大級の大鯨型潜水艦の4番艦、雷鯨が、2023年10月17日に兵庫県神戸市中央区にある川崎重工神戸工場において新規建造された潜水艦の命名式及び進水式を実施した。雷鯨と命名されたこの艦の名前の由来は第二次世界大戦前の海軍艦艇名を踏襲せず初めて用いられたものである。この雷鯨の規模は全長 84.0 メートル、幅 9.1 メートル、深さ 10.4 メートル、基準排水量3000トン、主機関はディーゼル電気推進で、プロペラ一つの一軸推進式となっている。排水量は、フランス海軍の現役原子力潜水艦、リュビを上回り、艦内に配備される乗員が約70名と少なくなっており、自動化レベルが高いと評価した。飛行は、2021年3月26日で、今後、偽装や各種試験を実施した後、2025年3月に部隊へと引き渡される予定だ。これを受けて10月19日に中国メディアの新民番号は日本の海上自衛隊の最新潜水艦雷鯨が浸水したことについて原子力潜水艦に迫る性能だとする記事を掲載し、必ずやアジア太平洋地域の海洋の安全にとってより大きな脅威になるだろうと指摘していた。海上自衛隊の雷鯨型潜水艦は前としたフランス海軍が運用するリュビ級原子力潜水艦をしのぐ大きさで、ディーゼル推進の通常動力型潜水艦としては世界最大級と誇ってよいだろう。また、機動性や探査能力が同型潜水艦の中でも格段に向上しており、同型潜水艦が搭載する大容量リチウムイオン電池と先進ディーゼルエンジンをベースに、雷鯨にはより出力の大きなディーゼルエンジン2機に換装され、発電パワーの増強に適応した新たなシュノーケルシステムが採用されたと紹介されていた。これらの改良が事実であれば、通常動力型潜水艦でありながら、その機動性は原子力潜水艦にかなり近づき、実戦性が大きく向上することになるでしょうね。さらに、潜水艦の生命線ともいえる騒音面に関しても、雷鯨がスクリューではなく、最新型の原子力潜水艦に用いられるポンプ噴射式推進装置を採用しており、騒音の低減と同時に航行速度向上を実現した上で、これらの特徴を総合して、外部からは、原子力潜水艦との差は、もはや、原子炉の有無だけだとの見方も出ていると伝えた。その上で、新民番報では、上海西方学院東北アジア研究センターの柳新、ヤンジェン副主任が、日本の通常動力潜水艦の発展傾向を見ると、原潜の技術力を求めていることは非常に明らかだ。総合的な戦力において、雷鯨は、なおも、原子力潜水艦とは明らかな差があり、戦術的な運用には制約があるとはいえ、長期的に見れば、日本の潜水艦部隊は、必ずや、アジア太平洋地域の海洋の安全にとってより、大きな脅威になるだろうとの見解を示していた。雷鯨の外観形状は、従来の、そう、流型潜水艦とほぼ変わらないものの、探知能力や静粛性が格段に向上しており、また、建造時から、女性自衛艦 WAVE の勤務も想定して、相応の設備を有しているのが特徴である。また、主要装備としては、艦首に魚雷発射艦を備えるほか、潜水艦戦闘管理システムや、艦首アレー、側面アレー、曳航アレーなどのソーナー装置、
TCM 潜水艦魚雷防御システムを搭載していて、世界に最新式の誇る通常動力型潜水艦である。なお、雷鯨を漢字で書くと雷クジラとなるのだが、この名称は、冒頭でも話した通り、旧日本海軍でも艦名に用いたことはなく、海上自衛隊も使用するのは初めてとなることも特徴として大きい。まさに、雷鯨は、日本が原子力を使えない状況下での最適解を求め続けた潜水艦建造技術の賜物と言っても過言ではない。西側各国は、原子力潜水艦を建造することに制約がなく、その有り余るエネルギーを使うことで本来なら、改善すべきマイナス面を、すべて力技で隠しているような感じだ。逆に、言えば、日本が原子力潜水艦を建造してしまったら、凄まじい能力の艦が建造できることは間違いありません。確かに、国内の有形無形の制約を乗り越えるために、従来技術を極限にまで高めたわけだが、それでも、基準排水量が3530トンだったイタリアの400型潜水艦に比較すれば、まだまだ小さいといったところだ。アメリカが原子力潜水艦を開発する際に手本とした400型潜水艦の後継として、さらなる進化を期待している。日本の潜水艦は、忍者のように、世界でも類を見ないほどの静寂性に加えて、無音航行距離であり、日頃の訓練などによる練り度の高さも群を抜いている。米海軍の第7艦隊との合同演習では、何度も、米空母の撃沈判定を出しているから驚きである。最新の潜水艦が次々に就役するけど、やはり後継者問題が出てくる懸念は拭えない。太平洋型潜水艦はディーゼル電気推進方式を採用しており、運用に関しても原潜より優れているし、また、原子炉を止められない原潜は常に音を発していなければならないのに対して、リチウム電池で先行している雷鯨は探知されにくいという利点まで持ち合わせている。海底の艦内においてフェンを落としただけでも察知されてしまう探知能力船では、圧倒的な差を見せつけることになるだろう。台湾海峡での秘密航行も実行できるなら、まさしく中国の脅威となることは揺るぎないのだ。国産潜水艦の話題になると、必ず日本の潜水艦は、通常動力潜水艦が世界最高という書物やマニアの意見を散見するが、その根拠はどこから来ているのでしょうか。渦潮型の後継として建造された自衛隊初のティアドロップ潜水艦の騒音は、ジェーン年間では、うるさい潜水艦として分類されていた。今や、中国が、次世代の弾道ミサイル原子力潜水艦 SSBN の運用を2020年代末までに開始するという見方が出てきており、安全保障政策に携わるアジアの政府関係者やアナリストの間でもかなり強まってきている。ロシアの技術支援を受けて、静寂性が飛躍的に向上すると見られる中国海軍が運用する096型は探知が困難で、アメリカや NATO 諸国にとって脅威が増すことになり、海中の軍拡競争を一段と激化させる可能性も十分に考えられる。米海軍大学で5月に開催した会議で中国の原潜について議論しており、同大学の中国海事研究所が8月に発表した研究論文においては、新型艦の監視ははるかに難しくなると予測しているらしい。ロイターが取材したアナリスト7人のほか、アジアを拠点とする3人の軍事顧問によると、この結論には信憑性があると言われている。しかも、潜水艦の元乗務員だった海軍技術情報アナリストのクリストファー・カールソン氏が、インタビューにおいて、096型は悪夢になりそうだ。探知するのは極めて難しいだろうとも語っていた。アメリカをはじめ、インド太平洋地域で軍事活動する各国は、軍の配備と有事への備えを強化する中で、核ミサイルを積んだ中国の原子力潜水艦を監視する取り組みを中核に据えてきた。096型が就役すれば、対応の強化を求められることは間違いなく、これが台湾有事に発展して第三次世界大戦を巻き起こすかもしれないのだ。そのため、日本の海上自衛隊はもとより、海上保安庁も協力して警戒、監視を強めなければいけません。
2024年度に配備される F-35B 戦闘機の航空自衛隊の配備先が決定した。防衛省は、2023年8月31日に発表した令和6年度予算の概算要求において、同年度中に航空自衛隊ニュータバル基地へ、最初の飛行隊となる、臨時 F-35B 飛行隊、仮称を発足させる方針を明らかにした。そこで、今回は、配備に、ベストなニュータバル基地の位置について詳しく深掘りしていきます。加賀の監視資格に魔改造、伊豆、物第2弾魔改造計画が始まります。メガネ君の減税よりも、一括給付の方が経済効果大ありのような気がするのは私だけかな。防衛省は、2021年7月に作成した F-35 の航空自衛隊ニュータバル基地への配備についてというタイトルで記された資料の中で、ニュータバル基地に配備される F-35B は、将来的には防空任務に従事することになるが、当面は運用試験と機種転換訓練を実施する予定であるとしており、臨時 F-35B 飛行隊、仮称は、その任務にあたる飛行隊になるものと考えられる。この F-35 戦闘機をめぐっては、日本政府が2018年12月18日に航空自衛隊が運用している短座型の F-15J の165機と複座型 F-15DJ の48機の合計213機のうち、能力向上改修に適さないトゥレムシップ機の99機を後継機として F-35105機導入し、そのうち42機をストブル短距離離陸垂直着陸型の F-35B とすることを決定している。そういった経緯のもと2020年度から機体の調達などを開始して現在に至る。その導入される F-35B は航空自衛隊が運用するショート、テイクオフ、バーティカル、ランドイングの頭文字から取られて呼称される初のストブル戦闘機であり、また必要に応じて海上自衛隊の出雲型ヘリコプター搭載護衛艦に搭載されて運用されることもあり、どこの基地に飛行隊が置かれるのか注目されていた。しかし、ニュータバルへの F-35B 配備というのは、随分と前から決まっていたという話がある。ニュータバル基地に F-35B 戦闘機を運用する飛行隊を配置するという構想は、2018年の F-35 導入方針決定以来、幾度となく、日本のメディアでも報じられていたが、2022年7月16日に岸信元防衛大臣が行った記者会見の中で、約20機からなる F-35B の1個目の飛行隊をニュータバル基地に配置する方針が示された。さらに、この記者会見から遡ること約半年前の2022年1月14日には、ニュータバル基地の地元自治体である宮崎県新富町の小島隆史明町長と、隣接する西都市の橋田和美市長が、防衛省において岸元防衛大臣と面会し、F-35B の配備に関する意見交換をした後受け入れる意向を決定した。これらのことから、臨時 F-35B 飛行隊、仮称のニュータバル基地での進展は、2022年の早い段階で確実になっていたと言っていいでしょう。それ以前に、2018年の導入方針を決定した時点で、ある程度は決定していたのかもしれません。飛行隊の設置が、なぜ、ニュータバル基地なのかという誰しもが思う疑問があるが、航空自衛隊が、その所在地である新富町役場に対して、次のように説明をしている。現在、すでに自衛隊施設を整備中である、鹿児島県の馬毛島での訓練が円滑に行えること、海上自衛隊の5基地に配備されているヘリコプター搭載護衛艦加賀との連携を深めていくのに最適な位置であることから、ニュータバル基地に F-35B を運用する飛行隊を置く構想を固めたと説明した。前にも述べたように、F-35B は短距離離陸、垂直着陸といったストブル能力を備えているが、この能力を運用する際には、機体後部の推進用ターボファンエンジンに加えて、リフトファンと呼ばれる揚力発生用のファンを駆動させるため、推進用ターボファンエンジンのみで飛行する F-35A よりも生じる騒音がものすごく大きくなるのだ。このため、防衛省は、新富町役場に対して、ニュータバル基地に配備される F-35B のストブル運用訓練を当地で実施する場合は、
緊急事態を想定した最低限のものに限定し、本格的なストブル運用訓練は馬毛島で行うと説明した。実を言うと、航空自衛隊は、これまで、艦艇における戦闘機を運用した経験がないに等しく、出雲、片護衛艦で、F-35B を運用するためには、これから、海上自衛隊との密接な連携が必要不可欠となっているのだ。そこで、出雲、片護衛艦の2番艦である、加賀は、2021年度に、1番艦、出雲に先駆けて、艦首の形状変更などの大規模な改修を行っており、これらのいわゆる軽空母化計画が、F-35B の艦上運用体制が確立するとともに、有事の際にも大きな役割を果たすと期待されている。出雲は、2021年10月に F-35B の発着艦試験を米軍共同で行っている。この訓練時に使用された F-35B は、米海兵隊岩国航空基地に配備されている第242戦闘攻撃中隊の所属する機体であった。海上と航空の両自衛隊が、出雲型での F-35B の運用体制を確立させるためには、事前の米海兵隊との密接な協力が必要不可欠なのだ。これは、新富町役場に対する説明では触れられていなかったが、実は岩国航空基地に近いということも、ニュータバル基地が、F-35B の配備先に選ばれた理由の一つであると言っても過言ではないだろう。それでは、有事を想定しても、一番の戦域となる那覇基地より新田原基地が選ばれた理由は何だったのでしょうか。中国侵略が最も予想される南西諸島の島嶼防衛が、日本の安全保障上の最大の課題であることも、F-35B を運用する飛行隊がニュータバル基地に配備されるこことなった理由の一つだと言われている。確かに、航空自衛隊の戦闘機が配備されている基地で、最も、南西諸島の島嶼部に近いのが那覇基地であるが、この那覇基地は、有事の際に先制攻撃を受ける可能性が最も高いため、F-35B 運用候補基地として選ばれなかったのではないでしょうか。たとえ、那覇基地の航空反撃能力が一時的に失われたとしても、艦艇や航空自衛隊の戦闘機を運用する基地以外からの運用も、可能な柔軟性の高い F-35B を南西諸島の島嶼部からさほど遠くないニュータバル基地に配備しておくことは中国に対する抑止力強化の面でも合理的な考え方だと言って間違いありません。ニュータバル基地では着々と受け入れ準備が進んでおり、防衛省は有事の際基地への先制攻撃による航空反撃能力の消滅を避けるため2021年度からは航空自衛隊基地へ航空機などを分散配置するための分散パッドの整備を進めているが、その整備もニュータバル基地から開始されている。また、防衛省は、前述した新富町役場に対する説明の中で、ニュータバル基地への F-35B の配備に伴い、指揮所や格納庫のほか、訓練場などの受け入れ施設の整備も予定していると述べていた。令和6年度予算の概算要求 7.7 兆円の中には、これらの受け入れ施設を整備するための経費も計上されている。航空自衛隊向けの F-35B の初号機導入は、2024年の秋頃を予定しており、戦力化を完了するのは、かなり、先のこととなっているが、これまで述べてきたように、選ばれるべくして配備先に選ばれたと言っても、過言で花井ニュータバル基地の F-35B の受け入れ体制は、着々と構築されており、それは馬毛島改造計画も同様である。F-35B 垂直離着陸機の騒音が大きい理由として、通常は出力を絞る着陸時も、最大出力でエンジンを噴火すことと、その間も低空に一定時間止まらなければいけないからである。そこで、ニュータバル基地では、比較的騒音が少ない水平着陸を行い、垂直着陸訓練をする場合は、馬毛島で実施するようにすれば、騒音被害は、F-35A と同程度に収まると考えていいのではないでしょうか。現在建築中である、離着陸訓練基地の馬毛島に近い、海自根拠地、通行ルートとして使われる豊後水道に近いという観点から、地政学的にも、
地元の理解が得やすいと考えるとニュータバルの一択しかないのだ。ただし、敵対勢力として航空基地攻撃能力は南西諸島の方だけ向いているわけにはいかないので、基地防空や有事の分散先まで並行して考えて策を打っておかないといけません。やがて、海自の艦載機航空隊の組織が必要になると思いませんか？今は、常駐を想定していないから、空自が F-35B を運用するけれども、本格的な空母建造及び運用が視野にあるのであれば、指揮系統の複雑化を避けるためにも、海自航空隊は必要だと示唆する。防衛装備庁が、ついに、レールガンの洋上射撃試験で成功との発表。今回は、レールガン世界初の洋上射撃試験成功を詳しく深掘りしていきます。アメリカでさえ断念しているレールガン開発、日本が世界をリードする時が来ましたね。日本が、アジアのシリコンバレーへと変革している中、新たな発電システム開発も進んでいます。中国も現在ガラパゴス化しています。今まで各国から盗んできた知識が入手困難になり、経済も崩壊です。そういえば、学術会議の中国メンバーは排除しないといけませんね。2023年10月17日に、日本の防衛装備庁は、開発中のレールガンを、実際の海上自衛隊の艦艇に搭載した形での洋上における発射テストを行ったことを公表。レールガンとしては、世界に先駆けた取り組みとなった。今回の試射テストにおいては、その発射時の状況を収めた短い動画も SNS 上で公開されているが、レールガン自体しか映っていない絶妙のアグルで、海上自衛隊のいかなる艦艇へ搭載したのかは伏せられている。公開された動画は、洋上で発射されるレールガンの発射時の銃口部付近のみを左右、斜め右下、上の4つ視点から捉えたもので、艦艇の種別がわかるような映像は一切映り込んでおらず、特定は困難だろう。レールガンは、弾丸を従来の火砲塔のように火薬を使用して撃ち出す仕組みではなく、電気を用いて、電流をレール上に流すことによって電磁気力を発生させ、その力で撃ち出す手法を用いた兵器である。従来の火砲と異なり、火薬等の爆発力を利用して弾丸を撃ち出すものではないため、今回 SNS 上に公表された動画においても、銃口部が発射の反応で動くような様子もなく、極めて静かに動作しているように見える。レールガンは、これまでに、日本以外でも、アメリカ、ロシア、中国、トルコなどが開発を推進しているとされてきたが、最も先行していたとおぼしきアメリカは、2021年に開発の中止を公表するなど、取り組みにばらつきは生じている。アメリカがレールガンの開発中止を発表したことで、その実用化を危ぶむ声も聞こえていたが、今回、日本は、なんとか洋上での発射テストを成功させたことで、その実用化が現実味が帯びてきたと言えるのかもしれない。日本では、昨年2022年末に、海底の上で閣議決定された防衛力整備計画の中に、2023年度分の防衛予算に238億円のレールガン開発に向けた費用を計上していた状態で、早くもこの投資の成果を反映させた形となった。日本におけるレールガン開発の道筋は、まず小口径のレールガンで実用化を実現した後、次に中口径のレールガンの開発を推進する二段構えで進められる予定とみられ、今回は、
第一段階の昇降系であったと考えられる。日本ではレールガンを陸上の特定の場所に固定設置するものと、今回の発射テストのように艦艇に搭載するものとの2つの用途で実用化を目指しており、現時点では2027年を目標に開発を進めている段階である。防衛装備庁では、電磁気力を利用して弾丸を発射するレールガンは、従来の火薬を用いた砲と比較して弾丸の発射速度を極めて高速にすることが可能になるとみており、その特性を生かした活用法に期待を寄せている。具体的には、防衛装備庁ではレールガンにおける弾丸の初速を秒速2000メートル以上とする目標を掲げており、これは例えば現在の火砲の代表例である戦車砲の 120mm 砲弾がおよそ秒速 1750m ほどであることよりはるかに高速である。すでに防衛装備庁では陸上の施設内におけるレールガンの発射テストはこれまでにも行っているが、そこでは弾丸の初速が秒速 2300m 弱をすでに達成しており、掲げる目標値が現実的であることは証明されている。ではこうした物理的なレールガンの高初速な弾丸をいかなる用途に用いることが想定されているのかといえば、敵のミサイルを迎撃する手段としての対空防空兵器としての用途や敵艦や対地攻撃用途が挙げられている。個人的にはいかにレールガンの弾丸が高初速とはいえ、飛来する敵のミサイルを迎撃するためには弾丸自体は未誘導であると思われるため、敵ミサイルの軌道をいかに正確に把握して発射するのかが問われるのではないかと感じる。このあたりの部分は今後ますます高速化が予期される。極超音速兵器をいかに捕捉するのか等し、レーダー等の周辺機器との素早い連携が必要になると思われ、そう簡単に解決できる問題ではないのではないかとの疑問もよぎる。逆に敵艦攻撃や対地攻撃用途を想定した場合、その弾丸の高初速を生かした昇降系ながら比較的威力の大きな攻撃手段の一つとして利用できる可能性は高いのではないかと思え、そちらの実用化の方が早いようにも感じられる。いずれにせよレールガンでは先行していたと思われるアメリカが、イギリスの BAE システムズ社等と進めていたその開発を諦めた大きな理由は、運用に必要な大電力の供給と射程の短さがネックとされたと記憶している。これらの個人的には若干の違和感を感じていた。しかし、これは防衛装備庁が公表しているレールガンの研究火砲を変える電気の力という資料によって、一貫してレールガンが射出する物体を弾丸だと表記していることに倣ったものであると推察することができる。このレールガンの研究火砲を変える電気の力という資料では、レールガンを電気の力を利用して弾丸を発射する将来砲と記述しており、火薬を使用する火砲と比して非常に高速な弾丸初速を実現するものと定義している。よってそこではレールガンの特徴を前述したように、1秒速 2000m 以上の極超音速で弾丸を発射可能に電気使用のため弾丸初速の調整が可能で火薬より安全、3弾丸自体が小型で探知や迎撃が困難だとしている。1の秒速 2000m 以上の極超音速で弾丸を発射可能という点は、これまでにも記述してきた通りだが、2の弾丸初速の調整が可能で火薬より安全という点は、電気を用いることで生じる大きな利点であろう。火薬を砲弾の推進力として使用する従来の火砲は、例えば戦車砲の場合、44口径 120mm 滑降砲よ、
ルル、55口径 120mm 滑降砲が長射程であるというように、重心長が物理的に長い方が砲弾をより加速させ、長射程高威力を実現させる。これが、レールガンの場合、電気をエネルギーとして弾丸の発射に用いるため、非常に瞬発力が高く、短い砲身であっても、極超音速に到達する速度で、弾丸を発射可能でかつ、電力の調整で、その性能を容易に制御できるとされている。こうした電気を弾丸の発射に用いることの利点は、言うなれば、ガソリン等の内燃機関のエンジンを搭載した車と、電気モーターで駆動する車との特性の違いとよく似ており、後者が、出だしから、高い出力を発揮できることを想起させる。また、通電させる電気の量を調整することで、弾丸の初速を制御できるということは、状況に応じて電力消費量を抑えられることを意味し、ある意味汎用性の高い運用が実現できる可能性を示唆するものとも言えるだろう。日本の試作段階でのレールガンは、口径 40mm、全長約6メートル、重量約6トンの砲自体から、全長約 160mm、重量約 320g の弾丸を、総エネルギー 5MJ で、8.5kV の電圧を用いて発射する仕様となっている。40mm という口径は、現状における海上自衛隊の護衛艦が搭載している火砲が、主として76mm や 155mm であることに比すれば、まさに、艦砲というより、機関砲に近い小口径であり、効率的に運動エネルギーを活用するものだと感じられる。この 40mm 口径が小型のレールガンであると考えると、今後の中口径というものが、どの程度の大きさを想定しているのかが気になるところではあるが、現時点ではそれについて判断できるような情報はまだ見当たらない。